これ大体逆やな、俺がなんかこっちの方が流れがきつ受けてるもんな。でもこれぐらいの流れはいけんとな、なんもなんでも。これあのあれやな、こっちが本流ね、こっちがまあ枝川やかも支流やけど、北川になってなんでこっち来たか分かるけ？もうちょっと分からんやろ。なんでやったらね、こっちはもうみんながやるやん。よう忘れられるのはこういうとこな。やめてね。やはりちょっと少し緩やかなとこで、踊りを取らんのね。踊り弱ってしまうから、すぐにそーんとこう気づいてこうやってかからへんだおしまいやしね。そこがあかんときはね、2箇所か3箇所やっぱりあれがあからんだら次のポイントというのを決めて。まあ今日は、レッスン2回目やし、かかったときは引き抜き。この間は寄せで決まって寄せてたけどね、あゆも大きかったし。ここのアイアタ引き抜けるし、はい、引き抜きを勉強しながらやりましょう。なあ、表だポイント行こう。小倉さんのね、はい、強さっていうのは見てどうですか？そうですね、小倉君の強いっていうのは京都の釣り方と違うんですよね。泳がせ方でも、ね、背も好きだし、まあ、トロも好きだしね、チャラもやるし、まあ、オールマイティな釣りができるからね、あの人は強いと思いますね。少しずつかね、シュッシュとそういうとこ引っ張ったらいいな。うん、ちょっと少しですね。あ、来たかい？ぐっとゆっくり上げていってみ。かかったか？足、来た。さあ、引き抜きやで。見えたら。踊りを上げて、で浮いてきたとき、ピャッとそこで、ぐっと上へ突き上げたら、そう。そう、慌てんでいいから、慌てんでも、スッとね。はい。ああ、死んでしまった。石にぶつかって死んだね。いいよ、もうちょっとやめて。はい、いいよ。はい、ドリまでつけてもらってどうもすいません。いいえ、今回はね、引き抜きがメインですから、まあ、踊り付けのところは君がつけると時間がかかってね、踊りを弱らしてしまうでしょ。はい、だからもう省いてね、早くかけることに専念してもらおうとね、やりましたね。休ませてまたちょっと引っ張ってやるぞ。ん、なんだ、かかってんのちゃう？かかってないか？ぐぐっと今引っ張る、あれ、そうやろ、ほら、かかってるわ。さあ、引き抜きやで。そうかも。その時タモも持っとらなあかんやろ。持っとくんですか？うん、そうでなかったら重くてできない、持てない。もうちょっと竿立てるように。うん、そう、あ、踊りが一匹浮いてる。もう一匹の踊り、かかったのやんが、ほら、ね、いっぱい、その時にふいっとこう突き上げるような感じな。いや、それそんな力気、そんな、ちょっと草むらあるよ。まあ今みたいにね、かかった鮎をね、ぐっと溜めてたら浮いてくる時あるね。はい、あの時がやっぱり引き抜くタイミングなんですよ。片手で上がったりな。おお、来た、そう。もっぺん、あれ、もっぺん、スーッと打って。何せんの、今取れてるやん、ぐっと上がってるやん。そら向こうから飛ばさんならんことない。そう、死ぬよ。はい、アユが死んでしまう。せっかく上手にかけたのに。あかん、重心が。うん、竿の重心に振り回されてしまう。うん、そやからそれを受けに行ったらあかんじゃな。あ、うん、そうですね、網で追っかけてます。そう、網で追っかけて、で、網で追っかけるのは自分のこっちの手も上がってるわ。両方がガーッと上がっていくさかい、なんぼなんでも離れていくわな。来たらもうこう飛んできたらね、こっちで飛んでくるやろ。今のでもだいぶ
こっちの方へ来てたけど、飛んできて手を持って行ってる前にこっちの手がいっぺん下がったわな。下に取ったわな。こう上がってるのにこっちの手でこう入ったの見てからこう下げたらいいやつを、これを網を下げたもんやだから手も一緒に下がってもらったけど、同じ距離だけ下がってもらったよ。そこへそこに行ったわけやからな。そやし、ほんでもっと飛ばすのはこっちへ飛ばさないから、今の竿でも重たいからこっちへ、あの右へ寝てるからね、右へ飛んでいったから、あれ左寝たらまだああっとこうすくえるやつができなかったよ。うん、十分片手、この竿やったら十分片手で自分やったら持てるから、片手でこうやってペアンとこ引き抜いたり。この竿はやっぱり重たかったですか？もっと軽く、うん、っていうか慣れれば私でもこのぐらいの竿を扱えるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まああの初心者の人にはね、普通8メーター10ぐらいのね竿からやるんやけど、これいきなり9メーターで、あの超軽量の9メーターからいけるかなと思ったんですけどね、はい、突き上げるタイミングの問題だと思うんですけれども、うん、ちょっとまだ重心に振り回されてましたね。そうやね、ちょっとそれとやっぱり焦りがあるね、ええ、もうちょっと落ち着いてね魚が見えるとどうしても一刻も早くこう受け止めるというよりはなんか救ってしまおうという気持ちに。そうやね、さあまたかかってくるよ。んかかったんちゃう？かかったかかったかかったかかってる。もうかかった。さあ同じ失敗したらあかんで。竿も持って竿。うん、竿の本で竿のその真ん中持ったらいいんだね。そうそうそう。ほらぐーっとこう持って上がってくれるやろ。ほらもうその時そこからでもそこからぐっと。そう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 。その今のままでぐっともうちょっと上がったらよかったやん。もっぺもっぺそこから。よいしょ。竿が今上がったでしょ、あれ、はい、今上へね、右手がグッと上へ上げた時にスッと飛んできたでしょ、はい、今のあれは良かったですよ。初心者の人に多いのはやはりね、かかってからね、早く取り込まんな思うのね、慌ててしまういうことなんですね、はい、見取りはこの竿の目印のところの動き、こういう姿で竿のその穂先なこれ常にこうその棚の取った分だけしか行ってんやろ、動かしてんやろ何を。これもうピッとしたこの位置から全然動いてんやろ。自分の場合だこれが目印がこんななっとるわけよ。こんなこんななってるやん。緩めて緩めてすっさかいで緩めんでもええんやわ。ほんま緩めんな時はグーッと張って踊りがいやいやとした時だけスッと緩めただけでんや。これぐらいの感じで、はい、持って。どこ行った？目印。ああ、向こう行ってんな。向こうまで行き過ぎたんちゃう？もう一回戻しちゃって、さっきの位置まで。そこで入るかい？沈めてみ。浮くやろ。浮いてんな。かかったか？あ、近かった。それな、脳されさえ自分もっと前へ行かない、動かない竿を立てんやで、ずっといい感じですよね、あれ動き持って竿を立てているのね、ついていってますよ。あれは焦ったらダメなんですね。そうもっとついてってついてってもっと。おーしゃしゃしゃ、まあ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 、はい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 、ね、だいぶ落ち着いてて、ええ良かったですね、はい、釣れたよ。これも場面が変わってちょ少し下がったからね、はい、ちょっと流れがきついんですよね。ここはあ
うん、それは、ね、自分の好きなように。それでもそこでおとりを入れよう思ったらもっともっとさを寝さす、もっと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 、さあ目印が別に3つつかろうが4つつかろうが構えへんからな。そうやって沈めてやったらもうおとりはそこへ沈むや。立て倒せにならんことないね。その鮎に応じてさを寝させてやる。ちょっとここと手を取った時はシュッと緩めてやるな。あの浮きそうになったらな、あんまりあの3つ目4つ目 の赤い目印よりかお前は寝ささん方がいいんやけどな。この辺でもそれでも踊りつけるの時間かかりすぎな。もうんでその時時点で弱ってしもてるわな。浮いてたらもっと噛み上げたりほたら。あれ今の時かかってんじゃね。グッとこう。よく分かってないんですね、自分でも。かかってるじゃん、あのそれ。かかってるやん。あのずっと自分がついていって。で、竿が立つ位置まで来て、引き抜ける体勢ができて。さあさあさあ、その緩やかなとこつこて。もっと竿尻を持つ。さあ。やっぱりタイミング合わないですね。タイミングいうか、抜いた、抜いてから、あの、右の方へ竿が寝すぎやね、お先が。まっすぐ上に。うん。で、右行ったしもたやろ。あれ、左頭取れる範囲なんやけどな。ようあんな難しい手で釣ったな。ちょっと竿が初めからなされすぎやけどな。まあなる前に自分が下がってやったら自分の目の前で釣れんやけど、ほんならこう竿が早くかかった時の対応が早いんやけど、かかったことがあんまり分かってへんだみたいやったな今の。全然分からない、うん、でもこういう精油のはやっぱり初心者の人はみんな嫌がんやけどね。昔はもう背釣りから始まってるから、こういう精でなかったら鮎は釣れないようにして、みんな精からやったんやけどね。そうやって引きずり、これが引きずり言うんやけど、そういうやつ手数引きずり上げていくの。もうこの頃泳がせの方がみんな皆さん早いこと覚えはんね。だからこういう精は中級クラスでなかったら釣る人が少ないね。中級上級でなかったら、まあそこの絞れはやっぱりもうきついし、まあちょっと彼女では無理だから、もう次釣れなかったらあの下のそこのね、棚のもう一つの棚のとこ行って釣ろうか。もう少し寝させて竿を。そうそうそう、おとりはそこに入らないと絶対かからないからね。まずそこへ沈めることが大事だ。誘い云々よりもとりあえずそこへアユのあのおとりを沈めることばっかり考えてたら、特にこの精油なんかは特にな、もう沈んだらかかるから。もう誘いはその流れがきついから勝手してくれんねん。もうバーッとこう、よく入る豆腐通すやろ。まあちょっとえで、これも練習。何べんも何べんも通してたら通るから。振り込む。はい、緩めたらあかん、そこで緩めたらあかん。竿を絶対緩めたらあかんて。そうそうそう、だいぶ緩んでるやんな今の位置から言ったら。ほらかかったんじゃん。はい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 、かかったから。かかったって思うのはちょっとねずれてるね。ほらかかったじゃん。だからこれがすぐあの流針からね、背脇の方へ持っていくことですね、うん、流れの緩いところへ。そう、それで自分の形、引き抜く形いうのを作ってしまう。はい、それから友を持つ。はい、その友の持ち方にもね、
やはりこの画面見とったら分かるよ、これ柄の先の方持ってるでしょ、はい、もっと枠の根元を持つということが大事ですね。なかなか小倉さんみたいにはいかないですね。いえ、もう練習次第で直に上手になれますから。そうですか、はい、頑張ります。はい、さあ、まあ今日はこんなもんにしとこうか。まあうまいこと取れたんもあるし、まあアユをな石にぶつけたんもあったけどな。まあ今日はこんなもんにしとこうと、はい、あとはもう練習次第、もうこれは練習せなあかんな。釣ってはもうそうやって思いっきりよく抜かなあかんじゃな。だからそれ自分の場合はどっちか言ったら、竿がこうプッと持った時にこっちに寝て、右に寝るからね、右に寝るから右の方へ行くから自分の球の方へ来ないでしょ。だからほんでこっちへ来ないで当然いかんなんでしょ。だから穂先は必ずこう持った右手が左の方へこう傾くぐらいで引き抜くと、鮎がこう球の方へ寄ってくる。で、球で受けに行くんじゃなしに、その自分の、竿の感覚のとこで、その鮎の鮎を持ってくるな、そこへ持ってくることが大事なんやな。受けたいばっかりでこっちの右手がお留守になって、どうしてもあここまで来た以降までこういくから両方がこう下がるから入らないわな。それは失敗してもいいから、ちょっと思いっきり抜いてみるという、そういうことだよね。それじゃあまた、はい、どうも。もうオールマイティやからな、何でもやりよったから、何でもこないしよったからな。ちょっとね、ちょっと太めなんだけどね、本来あれだけ太いともう少し、まあ、動作がね鈍いかなと思うんだけど、やっぱり小倉の場合やっぱりあれだけ太ってるとね、やっぱ機敏さがあるよね。だから今日見てても端っこでちょろちょろしてるような釣り方をしてるかなと思ったらドッと突っ込んでってるしね、一番深くまで胸まで入ってやったの小倉だったからね、やっぱりプロは大したもんだと思いますよね。まあまだどんどん伸びるんじゃないかね、若いからね。今日の天竜どうです？いやー、こんな時にだいたい釣りするのは間違ってますよね。やっぱりかかりにくい。かかりにくいって、鮎釣りをやるような状態じゃないですよね。だいぶみんな苦戦してるみたいですね。ねえ、こんだけ濁って増水してるから、普通じゃねえな、なんか。無理です。どうも。しょうがない。同じ条件ですからね、みんな。なんとか頑張りました。今年小倉さんとの賞金争い、今回にかかってるでしょこれ、ね、そうですね、うん、でも小倉君ももうベスト8残ってきてるからね、うん、だからこれでまあ、うん、ベスト
この方に入ると、まあ、ひっくるがえんないんだよね、うん、これ優勝しても100万もらってもひっくるがえんないけど、まあ、明日やるだけやってみますけど、うん、雨はますます激しくなり、結局 JPA プロトーナメント最終戦オーナー&天竜カップはベスト8が出揃ったところで中止となり、小倉プロの93年度賞金王がこの時決定した。プロの方の賞金ランキングちょっと立ってもらおうかな。第1位小倉プロ、川に立ち込んで巨鮎を狙う時も、小さな川のヘチのチャラセの鮎を狙う時も、友釣りの基本は一緒。おとりを野鮎がいるところに近づけ、そこで泳がせ挑発する。おとりが自然体で泳げば相手は挑発に乗るし、弱ってしまえば振り向きもしない。変にはしゃぎすぎても警戒して逃げてしまう。それが友釣りなのだ。名手と呼ばれる人たちの仕掛けやハイテクニックを学ぶのも悪くない。川に毎日入って体で覚えていくのももちろんいいアイディアだ。でも上手くなりたければおとりの気持ちになってごらん。小倉義弘プロのおとり操作にはそんな優しさと強い意志がある。おとりを自在に操る者こそ友釣りを制する。これから友釣りを始めようとするあなたも、このことだけはいつまでも忘れないでほしい。小倉義弘、片山剛主演の最新友釣りゲーム。コピーするだけで超過倍増のテクニック編と、ゲームのパワーとメンタルな部分に肉薄したドキュメント編の2巻セットで好評発売中。